2012年11月、マツダが販売を開始した、新型、アテンザ。3月3日現在での受注台数は、当初の予定を大幅に上回る12000台以上と、上場の立ち上がりを見せている。同社の新世代技術スカイアクティブテクノロジーを、フルに採用した、 新世界戦略者である新型アテンザは、どのようにして生まれたのかそれを明らかにするため、アテンザ開発人に、銃の質問を行った。Q3 スカイアクティブ G を選ぶ理由はあるか ?A スポーティなフィールを重視する人、それほど、走行距離が多くないユーザーには、 ガソリンエンジンを選ぶ方がメリットは大きい。スカイアクティブテクノロジーのハイライトとも言えるのが、スカイアクティブ DE と呼ばれる、クリーンディーゼルエンジンである。クリーンディーゼルばかりに注目が集まる中で、スカイアクティブ GE を選ぶ理由はあるのか 新型アテンザ開発主査の梶山博氏に聞いた。アテンザ独自仕様に仕立て上げられたニエルのスカイアクティブ G 2 l のガソリンエンジンスカイアクティブ G に関しては、すでにアクセラ CX-5 に搭載されているものと同じだと思って良いのだろうか そうですね。2L のガソリンについては、4から2から1排気システムを搭載している CX-5 と同じものです。ただ、車体の大きさ、重さや使われ方が異なるので制御の部分で微妙にチューニングを変えています。AT のシフトプログラムと連携させた電子制御スロットルの動きなど、 協調制御の部分で、アテンザ独自の仕様が盛り込まれているという。ということは、スカイアクティブ G については2.5リッターのガソリンエンジンが今回登場した新エンジンということになる。しかし装備面では、ディーゼルの 2.2L と同等、価格で見れば、ディーゼルの方が上級者という印象も受ける。 排気量や静粛性などの高級感で優れるガソリン 2.5L を最上級者にすべきという意見はなかったのだろうか。議論のあった 2.5L のスカイアクティブ G、いいえ、それはなかったですね。むしろ2.5のガソリンを日本国内で用意する必要があるか。 という議論はありました。というのも、販売の現場では、エンジンの種類が増えるほど、説明が煩雑になって、魅力を伝えにくいという意見もあって、むしろエンジンは2種類にまとめたい、という意向だったんです。それでも、この C、D セグメントのユーザーに、ディーゼルが、 どこまで受け入れられるか読み切れなかった部分もあったので、絶対的に排気量の大きい 2.5L ガソリンを残しました。実際に販売を開始してみると、予想以上にスカイアクティブ D の需要は高く、現在の人気ぶりを実現できたそうだ。ならば、ユーザーがガソリン車を選ぶメリット、ガソリンならではの優位性は、どこにあるのだろう 低回転域での扱いやすさと高回転域の伸びやかさがスカイアクティブ G の魅力、スポーティなフィールを重視する人、それほど走行距離が多くないユーザーにはガソリンエンジンを選ぶ方がメリットは大きいのではないかと思います。それと、市街地でもディーゼルの高トルクは逆にコントロールが難しい。 と感じる人もいますよね。低回転域での扱いやすさと高回転域の伸びやかさ、そして導入コストの低さがガソリンの魅力だという。一方で走行距離が多いユーザー、燃費を気にせずに走り回りたいドライバーにはディーゼルがおすすめだと語る。スカイアクティブ D の燃費性能は 走るユーザーには魅力だと思いますね。燃費性能に関しても、当初は CO2 排出量を1 0 9 g トルに抑えれば、欧州でも勝てると想定していたんですが、開発中にライバル車たちもどんどん燃費性能を向上させてきたので、頑張って。 もう一歩レベルを引き上げました 104gkm という数値は、文句なく C、D セグメントではトップクラスの少年費ぶりである。それだけでなく優れた静粛性もスカイアクティブ D の魅力だ。スカイアクティブ D の場合は圧縮比を14にできたことが すべてに聞いているんです。それによってエンジン自体が発する音がスムーズになりましたし、無駄な爆発音が出てこない。だからシリンダーブロックの肉厚を下げることができたし、パーツも軽量化できたので、スムーズに吹き上がる上に音も 静かになったんです。トルク感だけでなく回転フィールでも走りが楽しめる。クリーンディーゼルは、スカイアクティブテクノロジーだからこそ作り上げられたの。